皆さんこんにちは。いい時間帯ですね。原博美です。今日は J リーグアウォーズに来ています。 J リーグ TV 始まります。では原さん、続きましてこの方に来ていただきました。大鳥はこの人ですよね。大鳥はこの方ですよ。川崎フロンターレの家永明弘選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ここのところ常連だもんね。そうですね、もう常連だしさ。のちょっと聞いて。えじゃあ早速いきますね。あのベタな質問で恐縮なんですけども、今シーズンどんなシーズンでしたか？いや長かったですね。なんか、はい、始まってからすぐにもう連戦になって、まあ、ACL あったり、まあ、隔離あったり、まあ、いろいろあったんですけど、めちゃくちゃ試合したなっていうのもありますし、この前最終節終わりましたけど、ようやく終わったなっていう感じがあったので、結構長かったですね。今年はだってコロナもあったし、はい、その ACL の日程がね、こう変わっちゃったから、ね、あれでまたリーグ戦の日程も変わって、 だからクラブにとっては本当に大変な、でチームの中でも何人かね陽性出ちゃったりとかあったんで、 それは大変だったと思う。宮川選手の中で思い出のプレーとか試合とかシーンとか何かあります？開幕戦ですかね。僕点取ったんですけど、やっぱ開幕戦で勝てるって、勝てたっていうのは結構忘れがちなんですけど、皆さん結構でかいんですよね。はい、やっぱりそのスタート切れるっていうのは、はい、でも開幕戦勝てて、開幕戦なんかすごいの入れてたよね。ね、結構あれは、はい、開幕勝ててよかったなって今思います。なんか開幕からベッドゴールかぐらいのゴール入れてたから、あったあったで、そういう節目に入れるんだよ。入れるとかアシストするとかさ、そういうの強いよね。いや、どうなんですかね。まああれはたまたまなんですけど、あれなんか金曜日やったんですよ。そうですね。で結構注目されて、で相手もマリノスやって、いやなと思ってたんですよ僕らも。でもあれ多分負けてたらちょっとまたこうエンジンのかかり方は多分ちょっと違うかったなと思うので。ゴールとか思い出残るゴールがあります？あ、でも最後に決めた神戸戦の、はい、ゴール。いやあれはACL の話も戻るんですけど、はい、僕 PK 外して負けて、はい、でまた PK 外して、そうだな、もうマジかよと思ってたんですよ。そうだな。で、まあ、心の中は結構もうペコンってなってて、でもまあ試合中やったんですけど、もう絶対どうにかしなあかんなと思いながら決めれたので、うん、なんか思い入れというか、そういうのはあります、はい、続いてターニングポイントになるような出来事、試合、何かありましたか、ご自身の中で？あ、僕ですか、はい、でもやっぱり ACL で PK 外したんですけど、あ、またルヴァンカップも負けて、ああ ACL も負けて、ね、うん、ああもう J リーグしかないって、ああもう絶対取らなあかんなっていうのは、まあ、思ってたんですけど、まあ、それしかないよねもうっていうのはなったので、うん、まあ、そこから苦しかったですけど、まあ、頑張って走れたっていうのはありますけどね。あの ACL がさ、あの、このなんだろう、ダゾーンで見てたのね、あの韓国だから、はい、それでもう PK がボコってなってさ、はい、相手も外してさ、はい、よしと思ってさ、これでも場所変えた方がいいよとか思って、はい、あでも、あ、言えな、はい、清水とか言えなかったって、あ左利きだからこっちサイドだからいいかと思って、はい、左で回っちゃって、はい、あれっていう感じだったよな、はい、そうっすね。 あれ勝ってたら行ったね、多分 ACL も。どうですかね、行った、まあ、はい、でも多分 ACL フロンターレをすごいかけたのもあるんだけど、はい、でもあの後な、帰ってきた後大変だったんだよ、そのまた隔離もあって試合も多かったから、であそこでよく立て直したっていうかね。そうですね、あそこでメンバーの、俺は鹿島行ったけど、あの宮城だっけ、すんごいのさ、そうですね、突き刺すようなのも出てきたし、あの辺りで勝ち切って、徳島に勝って、あの辺も勝ってみたいなのでよかったよね。なんであそこ立て直すことできたんですか？まあなんかいろんな要素、まあ、監督も言われてます、選手も言われてますけど、なんか運はあったと思うんですよね、かなり。でも運をこうなんかこう引き寄せれたっていうのは、まあ、これちょっと何なのか分かんないですけど、かなり運はあったと思います、はい、どの辺にそれを感じたんですか、運だ。いや、 やっぱり試合内容そこまで良くなかった中で、まあ、最後天が決めてくれましたけど、全然負けててもおかしくなかった試合で、まあ、勝ちに持ってこれたっていうのは、まあ、決めてくれた天の技術もあると思うんですけど、でもなんかトータルで見ると非常にこう運を引き寄せれたのは
何なのかと言われて家長が行くからじゃんいやでもそれはすごく大きいと思うのは、例えば健吾が引退しちゃったとかさ、はい、森田がいなくなっちゃった、田中碧がいなくなっちゃった、三笘がいなくなって、普通だったらさ、もうそれチーム崩壊しちゃうよねって思うんだけど、そう思っちゃいますよね、だけどね、見てるとやっぱ家長が結局その変わった選手最終節のダミアン のクロス見てみやんな、もうはい行ってくださいみたいなあんなクロスね、もうダミアンからもう最高だよな、はい、空中で待ってガーンってやる、もうそこに合わせるって、はい、あれ簡単そうだけどあれはすっごいレベル高いと思う。で家長見てるとやっぱその選手に合わせてそのクロスの質とかさ、でここじゃなくてそのもう一つこの奥見てさ、ちゃんと入れて折り返して入れてねっていう、もうメッセージがさあるもんね。やっぱこの家長があそこにいるってのはもう多分すごい大きいって俺は思ってるけど、なんで毎年毎年フレッシュで元気になっていくの？なんか若返ってる。いや原さんよく言ってキレが落ちない、もうなんか増してるみたいに原さん言ってるんですけど、むしろ増してるよねっていうか、で前より守備してるしなじゃあ全部じゃないけど危ないと思った時は早いんだよ、はい、これでこうその時本当に必死でやってキャッて出したりさ、あれがやっぱり全部変えるわけじゃないけど、ここ危ないと思ったらガッて帰ってるから、やっぱさすがだなと思うんだけど、切れ味があるよね。それはちゃんとトレーニング気をつけてるから、まあ、ある程度気をつけてますけど、でも多分いい時しか見ていただけてないと思う、まあ、月曜日から金曜日まではもう全然切れないですそうなんだ、はい、でもそれも重要だよね、だって練習で出しすぎちゃうとさ、やっぱ無理だしな、まあやっとじゃねえけどさ、抜くときはこう試合中も少しこう、はい、うまくやっといて、はい、ここぞっていうときに使うっていうのを、それがやっぱすごい上手だなと思うな。原さんか何か聞きたいことありますか？いやだけどそんだけメンバー変わってさ、はい、でもまた新しいタレントが出てきてさ、はい、そこが伸びるじゃん、はい、それは何なんだろうね、フロンターレが今、うん、それは普通のチームだったら一つの形が終わるともう次はもう難しいみたいになるのが、ね、変わってってんのがまたこう、うん、バージョンアップしていくみたいな、はい、それのすごいなと思うんだけど、うん、結構監督もいろんなことを練習で試したりもしますし、まあ、メンバーもあんまり練習の時はいろんな選手がこういろんなポジションをやったりするので、はい、そういうのには慣れてるかもしれないです、はい、やっぱりターニングポイントはさ、家長が大宮からそんな変えるんですか？いや、そこいやでもそれって結構大きな決断だったと思うんだよ。あの時大宮はさ本当にもう家長と、まあ、江坂見た時あったからね、はい、その2人がもう前でなんかもう守ってその2人で前でなんとかするみたいな感じだったんだな、はいはいはい、だけどフロンターレに来てまたなんかこう成長できたよね、はいはい、そうです、それは間違いないと思う。成長できた、できたと思うな、ね、うん、どんなところがご自身で思いますか？ね、まあ、やっぱり勝たないといけないクラブとか、まあ、今はタイトル取らないといけないクラブにはなったと思いますけど、まあ、そういうクラブにいるとやっぱり課されるこうことが大きいと思うので、大きいというか高いと思うので、まあ、それに応えていかないと自然といかないと思うので、あのね、要求がね高ければ高いほど力をこうそれに合わせられるタイプだから、このぐらいだとこのぐらい、あ、そうそうそう、僕そうなんです。どういうとこあんだよ、はい、もう、だけど、出せるだよ、いや、本当そうだと思う、はい、だからこういうタスク与えられたらここで出せるっていう、だからもうそれはもう見てて気持ちいいっていうか、今35だっけ？そうです。35のプレーに見えないもんね。あ、だからまだまだっていうか、なんかさ本当にまだまだやれんなっていうのがちょっと嬉しい感じだよね。じゃあ最後なんですけど、今後の何か目標とか目指したいところとかあれば教えてください。まあ、毎年タイトルとか個人的にもそうですけど、そういうのは目指してますけど、なんですかね、最近引退される方の引退会見とか引退する姿見て、やっぱり、まあ、吉田さんもそうですし、安倍さんともそうですし、まあ、いろんな方いますけど、まあ、かっこいいなと思うんですよね、サッカー選手として。ああいうふうに引退したいなって自分もって心の底から思うので、まあ、それはなんですかね、あの先輩方のようにというよりも、まあ、自分らしくこう歩んでいけたら、ああいうふうにかっこよく引退できるのかなと漠然と思うので、それも目標かもしれないです。まだ先になりそうだけどね、まだまだ見たいしな、家長のやっぱりあそこで山根とか生きてんのも、いろいろ見てるとさ、家長がいいからなってやっぱり思うんだよね。やりやすそうだもんな、もう山根がこっち行ったりこっち行ったりってギョンって出てくるしね、うん、でもまあ本当にいいコンビネーションでね、今やっぱりJリーグの中で一番こうなんだろう、バリエーションも多いしさ、コンビネーションがいいなっていうのは思うもんね。山根選手を生かしてるのはズバリ自分だと思いますか？
いやそこまでは思わないですけど、でも、まあ、去年あの湘南から加入してきてこの2年ですか、尋常じゃないぐらいもう代表にもなってっていうのはもう目の後ろで前ですごく感じるので、まあ、刺激にはなりますね。本当に自信つけて、なんですかね、もう代表でももうレギュラー争いする、してますしね、で帰ってきても J リーグで活躍しますし、なんかそういう人が後ろにいると、あ、自分もこうなんですかね、あ、そういうところに行きたいなっても思いますし、なんかしありがたいですね、そういう存在が近くにいるのは、うん、刺激もらってんだろうね。そうですね、うん、だフレッシュなんだ、だから全然なんか年取ってないっていうか、う、変にベテランっぽくなってないから、それがやっぱりいいなと思うね。まだまだ活躍してください、はいはい、ありがとうございます。